母上、私は今日正式にこの国の皇太子になりました。何もおっしゃらないのですね、母上。私があの憎むべき王の後継者となるというのに、あなたを殺した男の後を継ぐというのに、私が王都の王になるのですよ。駿河館のあなたから生まれた私が。何もおっしゃらないのですか。私はどうすればいいのです。教えてくださらないのですか、母上。定期船が着いたぞ。あれに王子が乗っている。乗客名簿は確認したのか。確認済みです。王都の商人の息子とその一行、王子は全くのお忍びでこの町に来ています。知っているのは側近でもごくわずかのはず。彼の情報は今まで一度も間違ったことがない。そうだろ。ああ、そうだが。お嫌なら信じなくてもいいのですよ。すまない、君の情報を信じていないのではない。それに我々は行動するしかないのだ。そうだ、これは我々虐げられた隙下に与えられた最大のチャンスだ。ならば急いだ方がいいでしょう。王子の滞在期間は今日を入れても3日間しかありません。それに彼の行動予定はさすがの私も知りませんのでね。すぐ行動を開始する。ルーアル、お前は仲間に連絡を。まず王子の行動の補足だ。急げ。わかった。シーナ、もう出てきても大丈夫だよ。もうお父さんたら話が長いんだから。ネルが隠れて話を聞こうなんて言い出すから悪いのよ。全然つまんない話だったわ。シーナ、ちゃんと聞いてなかったの？え？あのね、この町に王子様が来てるって。え、それ本当？何しに来たの？お忍びって言ってたから、きっとお姫様を探してるのよ。それじゃあ私が選ばれるかも。無理無理、だって私が選ばれるもの。なんでネルみたいにガサツな子が選ばれるのよ。私ガサツじゃない。だってネル、昨日も市場で男の子と喧嘩してたじゃない。してない。してた。もう私が先に王子様見つけるから。そしたらシンナが何言ったって関係ないからね。あ、待ってよネル。こちらはこのような未開の町に多く見られる自由交易エリアでして、この近辺の連中は市場と呼んでおります。見ての通り雑然かつ混沌としたエリアで、中央の環境庁でも常に問題視されております。このような辺境では民族の優劣に対する中央の教育も行き届いておらず。皇太子様、すごい。王都ではこんな活気のあるところは見たことがない。とにかくこのエリアでは我ら王都とあのスキカたちが同等に暮らしているという全くけしからぬ風習が。中に入ってみよう。皇太子様。僕はここでは皇太子じゃない。今の発言は機密漏洩罪に値するね。失礼おば、殿下ではない。秘密にしておいてあげるよ。すぐ戻るから。あ、ちょっとお待ちを。あの子足が遅いんだもん。おいネル、今日は喧嘩してないのか。もう人を何だと思ってるのよ。いつも喧嘩ばっかしてるみたいに。してるじゃねえか。まあいいけどよ、昨日おめえにやっつけられたミケロ、朝から仲間集めてたぞ。え、あいつの仲間って確かナズのところのゴロツキとかじゃ。だから呼べんじゃねえの。いたぞ！ネルだ！
うわ、やば。待て、エル。誰が待つもんか。待て。何をする、ブレーナ。そんなこと言ってる場合じゃないの。ちょっとお願い。どこに入るんだ、コラ。そこはマントじゃない。待て、コラ。どこに消えた。遠くに行けるはずはない。くそ、こっちを探すぞ。よし、助かった。お前は犯罪者なのか。何言ってるの。追われていただろ。犯罪者でなければ反逆者なのか。は、何よそれ。伊坂、下に回れ。そんなことより早く逃げなきゃ。ほら急いで。なんで私まで。急いで急いで、もこっちこっち。なるほど、昨日の戦いで負けたので仇を討ちに来たのだな。そんなんじゃないんだけどな。まあとにかく助かったよ、ありがとう。私ネル、あんたは。私はベルカインだ。ふーん、ベルカイン、よくある名前だね。ネルはあまり聞かない名前だ。この辺じゃ珍しいんだよ。お母さんの名前をもらったんだ。そうか、どの地方の生まれなのだ、母上は。知らない、もう死んじゃったもん。え、いろんな地方を回ってたって。私とシーナをここで産んで、その時死んだんだってお父さんが言ってた。だから本当のお父さんもわからないんだ。今のお父さんは私とシーナを引き取ってくれた人なんだ。そうか、すまない、辛い話をさせてしまった。どうした。ねえベルカイン、あんたどこの人。この辺りの人じゃないよね、オード。いや、私はそのような生まれでは。変な喋り方、そんな言葉遣いの人初めて会ったよ。もしかして王子様。なぜそんなことを。そんなわけないか。おいで、この町初めてでしょ。なぜわかるのだ。だからそんな言葉遣いの人この町にはいないんだってば。来て、こっち。あ、ちょっと待て。あ、危ない。すまない、今離れる。うん、もう男ならもう少ししっかりしてよね。すまなかった。揚げパン一つおごりね。おごり？ナディの店の揚げパン。ほら、こっちこっち。ちょっと待て、走るな。あんたが遅いんだよ、早く早く。ごちそうさま。シチュー付きを食べたの久しぶりだったわ。いや、礼には及ばない。ネタニヤスが私にくれたものが初めて役に立った。それお金のこと。ネタニヤスって誰。侍従長。あ、いや、世話をしてくれる執事のようなものだ。ふーん、あんたってお金持ちの子なんだね。あ、ごちそうしてくれた俺、いいところに連れてってあげる。あ、また走るのか。走ってないよ、こっちこっち。走っているではないか。あんたが遅いの。見事な眺めだ。そうでしょ、市場のそばなのに嘘みたいに静かだし、それにエアポートも寺院もお城も全部見下ろせるの。ああ。シーナと一緒に時々来るの。二人でずっとエアポートの飛行艇を一日中見たりして。どこか行きたいところでもあるのか。ううん、だって他の町のことなんか知らないし、それにこの前の法律でスキカの移動は禁止されたでしょ。定住令か。ただお母さんが旅してた地方とか生まれた町とか一度見てみたいって思ったり。この町を出たいのか。そんなわけないじゃない、私この町大好きだもの。それにね、市場って毎日変わってるんだよ。私ずっとここに住んでるけど、いつだって新しいものに会えるんだよ。その気持ち、わからないでもないな。本当？じゃあ一緒に住む？さあ、そんなことが許されればいいが。だが、明日も必ず来る。じゃあ、明日はもっと面白いところに案内してあげる。
それは約束か？もちろん。明日のお昼、今日会ったところで待ってる。わかった、約束だな。約束だよ、きっと。じゃあね、ベルカイン。ああ、じゃあな、ネル。少しだけ合格。王子を捕捉したのですか？間違いない。市場で発見するとは予想外だったが。市場？ああ、私の娘のネルといたのだ。明日もう一度会う約束もしている。さすが王都の王子だ。もう好きかの娘を垂らし込んだというわけか。なんだと？どういう意味だ？奴の約束など当てにならんということだ。やめろ、言い争っている場合じゃない。その通りです。それに王子の性格を考えると、明日その娘さんに会いに来ることは間違いないでしょうね。性格？あなたはそんなことまで知っているのか。それほど王子に近い人間がなぜ我々の王子暗殺計画に協力するんだ。私はあくまで必要な情報を提供するだけ。そのような質問に答えるつもりはありません。それでもいい、情報はいつも正しかった。明日王子の暗殺を決行する。時間は王子がお前の娘と別れた後だ。それなら文句はないだろう。もちろんだ。暗殺後、我々は声明文を発表する。王都の支配に立ち向かうスキカの代表としてな。よし、配置の検討を間違うな。明日は歴史的な日になるぞ。協力感謝する。いえ、成功を祈ります。今日のようなことでは困りますぞ、殿下。いかにお忍びとはいえ、あなた様はこの国を継ぐ大切な体などです。スルナ艦の血を引くこの体がか。何か？いや、続けてくれ。もちろん。この旅の行動は殿下の自由にしてよいとのご許可は出ております。が、市場はただでさえ治安の悪い場所。もしものことがありましては。わかった、ネタニアス、もういい。それでは明日は予定通り。予定は全てキャンセルだ。明日も市場に行く。なんですと？で、殿下。男の子とデートの約束した？それ、王子様？そんなわけないでしょ。なんだ。でも、王子様よりもいい人だよ。この町が好きだって。へえ、市場が好きな王子様なんて、私やだな。そうかな。そうかもね。ねえねえ、それよりどんな人なの？顔？ねえネル。もうネルったら。待ったかい？ちょっとね、寝坊したの？うるさい連中を巻いてたんだ。ネルは？シーナが一緒に来るってうるさかったけど、ちょうどお父さんがシーナに用事を言いつけてくれたから。さあ、どこに行く？そうだな、少しお腹が空いた。昨日の店に行こう。お金あるの？だったらこっち。今日は市場で一番人気のお店に連れてってあげる。おい、また走るのか？走ってないってば。こっちこっち。約束は守ったようだな。あの男の言葉はいつも正しい。娘は一人なのか？妹は仕事を言いつけておいた。二人もいてはいろいろ面倒が増えるんでな。賢明だ。行こう、店に入るぞ。はあ、なんだこれは。茶色トカゲ。あとこれが砂ミミズ。なんでこんなものを食べる？美味しいんだよ。ほら、あーん。あうん。なんて顔。あー、なんということ。二日も続けて市場が良いとは。せっかく私が積み上げてきた教育が全て台無しではないか。とにかく護衛を派遣せねば。いやいやいや、しかし
王子様がこちらに来ていることは私と領主以外は知らされていない機密事項。護衛を派遣するともなれば王都に確認を取る必要が。ならば急ぐことだな。何？誰だ？すでに計画は動いている。事態は一刻を争うぞ。突然現れて何を言う。お前は あなたは。急げ。すぐに護衛を手配するんだ。はい。あ、楽しかった。ああ、私もだ。ねえ、いつまでここにいるの？明日の午後にはここを出ることになっている。エアポートから出るの？ああ、ここからも見えるはずだ。そう。一緒に行くか、イネル。遠い町へ、君の母上が旅した町へ。そんな、それに私好きかだから飛行艇に乗る資格ないんだよ。そんな資格なんか何の意味もない。え？この町では好きかも、オードも、スルナガンも、そんな人種の差なんか何もない。本来そんなものは何の意味もないんだ。人が旅することを止める権利などオードにも誰にもない。ネル、君は昨日私を王子と間違ったね。私が王子ならこの国をきっと変えてみせる。こんなくだらない人種の差別なんか全部なくして誰でもどこへでも行ける、そんな国を作ってみせる。ベルカイン。ネル、これを。え、このネックレスは？母が私にくれたものだ。二つに割れるようになってる。二つに割れたお互いは必ずいつか出会える。これはこの国に一番古くからいるスルナカンの言い伝えだ。明日この場所でもう一度会おう。そして一緒に旅をしよう。ベルカイン。私は必ず来る。ネル、君も来てくれるね？うん、シーナも一緒に来ていい？ああ。帰ってお父さんに言ってくる。きっと帰ってくるって。もちろんだ。ありがとう、ベルカイン。明日この場所で。この場所で。きっと明日この場所で。王子様、残念ながらあなたに明日はありません。何者だ？あなたたちオードに虐げられてきた月下の代表者です。あなたには我々の活動の礎になっていただく。バカな。私を見張っていたのなら今の話を聞かなかったのか。私の目指すのは人種の差別のない世界だ。私はお前たち月下の味方なんだ。青年の頃の理想をずっと持っていられる人などいないのです、王子様。やめろ、ネルが。ネルは明日私に会いにここに来るんだぞ。残念です、殿下。これ以上話している時間はありません。うわっ、何？そこまでだ、反逆者たち。お前たちは包囲された。なんだと？軍警察か。くそ。動くな。お前たちの仲間は全て逮捕された。くそ、死ねえ。撃て。殿下、よくぞご無事で。心配かけたな、ネタニアス。よく間に合ってくれた。まったく奇跡でした。軍警察の工作員が潜入していなかったら絶対に間に合いませんでした。工作員？こちらの方です。お久しぶりです、殿下。あなたはシーナ、聞いて聞いて。ネル、どこに行ってたのよ。え、どうしたの？今オードの王子様が暗殺されそうになって、それで暗殺未遂で逮捕された人の中にお父さんが。え、お父さんが逮捕されたって。明日死刑になっちゃうって。そんな。兄上、あなたが軍警察の工作員をなさっていたとは。この地方の不穏な動きを耳にしたものですから、万全を期するために。なぜです？あなたは本来私の立場にいるべき人だ。なぜ私の身を守ることなどに不信なさるのです？私の役目は殿下の影となることです。
殿下の理想を実現するために私はこのように生を受けているのです。あなたはいつもそんな言葉ではぐらかすのですね。決して私の質問には答えてくれない。お怒りあればお受けいたします。ではそうします。は？王都に戻り次第あなたを正式に軍警察幹部に任命します。これであなたは正式に私のそばにいられることになる。謹んでお受けいたします。これより皇太子殿下を殺害せんとした反逆者の処刑を執り行う。構え！指揮官に自由を！撃て！ベルカインさん。ええ、君は？私シーナと言います。ネルの妹です。ああ、聞いている。君も来ると言っていたね。ネルは？これを。ネックレス、なぜ？ネルが言ってました。一緒に行けなくなったって、ごめんなさいって。約束を守れなかったからこれを返すって。なぜだ？なぜ来れなくなったんだ？昨日約束したのに、なぜ？言わない約束になっています、ネルとの。そんな。これお返しします。いや、持って帰ってくれないか。え？でも。そしてこう伝えてくれ。これは誓いだと。いつか必ず互いに会える日が来るという。私は必ずもう一度会いに来ると伝えてくれるね。はい。ベルカイン様、そろそろ時間です。わかった。それじゃあシーナ。ベルカインさん。はい。あなた、王都の王子様ですか？いいえ。そうですか。それでは。殿下、こちらです。お急ぎください。メタニアス、見えるか、あの丘が。お、丘がどうかしました？いや、なんでもない。ネル、このネックレス持っててくれって。あの人もう一度来るって言ってた。シーナ、王子の名前知ってる？え？うん。私きっとオードの王子に会うわ。いつか必ず。お父さんに約束したの。きっと私が王子を殺すって。絶対私が殺すって。ネル、絶対に許さない。ネル、私はきっと帰ってくる。この世界から人種の違いも差別も全て消し去って、その時きっと私は再び君に会うんだ。